参院予算委員会は27日午前、岸田文雄首相と全閣僚が出席し、2023年度補正予算案の総括質疑を行った。防衛力の抜本強化に関し、首相は円安が続く中でも、今年度から5年間の総額で43兆円という範囲内で強化していく方針は変わらないと述べた。立憲民主党のの辻元清美氏への答弁。 政府は防衛費増額の財源確保のため、法人、所得、タバコ各税の増税で1兆円強を賄うことを目指している。首相は、内容、時期について経済に影響が出ないよう最大の配慮をしていると理解を求めた。 辻元氏は25年大阪・関西万博について、会場建設費として見込まれる2350億円に、日本パビリオンの建設費用などが含まれていないと指摘。首相は、全体像を透明性を持って国民に示すことは重要だと述べた。 日本パビリオンに関連する費用をめぐり西村康稔経済産業省は総額として360億円には抑えたいと説明した以下はネットユーザーの反応をまとめたものです防衛力増強は5年で43兆円他方で法人所得タバコ各税の増税で1兆円強を賄うだけでは全く辻褄が合わない その辻褄が合わない部分をどうするのかということを国民にはっきりと示し、選択を問うべきだ。支持率低下に悩む政権にとって、防衛費費やそのための増税などに関して口が重たくなるのは当然だろう。5年で43兆円という昨年12月に決定した水準を引き上げるのも引き下げるのも内閣の責任である。ただ 43兆円を決定した際の政府の説明との一貫性は維持する必要がある当時の政府の説明は必要な装備などを積み上げた結果が43兆円であり数字ありきではなかったというものだった円安などでその際に想定した装備品を調達することができないとすれば総額を引き上げる必要があるそれをしないのであれば 必要な装備の評価が変更されたと説明するか、必要数が揃わないことを認める必要がある。計画通りだと装うのは正直な姿勢ではない。今の日本に必要なのは、現役世代の所得強化と未婚率の改善、少子化対策です。 自民党政権がこのまま政策を進めて防衛力を強化したとしても内部から弱体化していってるので戦争を仕掛けなくても経済的に制圧をかけることが可能なレベルです優先順位を間違えている上に利権優先政策を推し進めている自民党政権はまさに売国そして一番厄介なのは 消費税減税やインボイス制度反対の声を上げていても選挙投票率が40%以下の国民の政治意識ですこれ以上政府の暴挙を進めないためにも必ず選挙には行きましょう核保有しなければいくらミサイル買っても何の抑止にもならない 例えば東京に核を撃つと言われ場合、その時、米中の関係で核の傘が無効になってたとすると、トマホーク50発で反撃するという。おそらく撃てばと言うでしょう。核なら都市を壊滅できるが、トマホークなら破壊できてドーム程度の範囲でしょう。核保有しかないのです。当然、抑止のためですが、使う時は第3次世界大戦となってしまうだろうが。 国を乗っ取られるくらいなら全力で対抗しなければならないもはや唯一の核被災国と言っている時代ではない防衛力強化は必須ですけれど予算を先に決めてやるべきものでしょうか本当に必要なものはきっちりやらなければなりません今の日本は北欧に準じるくらいに税金が高いのですけれど 北欧諸国が医療も教育も老後生活も防衛力も充実しているのに対して日本は何もかもが中途半端で国民の不安は大きいのでは膨大な税金がどこに消えているのでしょうか防衛力の強化はすなわち経済力の強化に直結していると思いますしかし防衛力を先に強化したところで諸刃の刃 経済力を強化して初めて防衛力の強化につながっていくと考えられますそのために少子化対策や消費税の廃止などが必要になるかと思われますがそこは岸田内閣私利私欲を満たしたい政治家であふれており自民党やそのほか政権が問題であるために日本は30年間停滞してきました今のの日本に未来はあるのでしょうか 防衛非強化で他国等の脅威から守ってくれることは感謝します。自衛隊の方々の努力も尊敬に値します。ただ、個人的に物価高と増税の脅威に防衛したくても財源がなく、現状維持が厳しく負け戦を続けています。多分、いずれ全面降伏になることになりそうです。 政府は自助努力を進める方針なので、個人で何とかしないといけないが、無理かもしれません。昔ある経済学者の論文でアフリカ大陸にある国の比較研究したものがあり、隣国同士で軍拡競争をやった場合の経済成長は競争をしなかった場合に比べ10年くらいは遅れると試算したとか読んだ記憶がある。 今の日本にとってこれだけの予算を防衛力強化に割くというのは本当に国防という意味で正しいのだろうか食料自給率エネルギー自給率も低い日本が防衛装備だけ立派にしてもそれで国の復興はかなうのか国防も大事だし自国産防衛装備品を生産することで多少なりとも経済効果があるというのも理解はできるがその恩恵に預かれる企業はごく一部だろう むしろ産業の先端技術開発に予算を投入し、軍事的にも無視できないテクノロジーを保有することの方が国防装備品を購入するよりよほど国防につながるし、経済成長にもつながるのではないかと素人ながら考えてしまう。限られた資源の中でまんべんなく予算を割り振ることはできないならどこに投資するかという。 43兆円の使い道を国民に明示しないでお金を使うことだけを決めてる。防衛省の一貫性のない無駄遣いを直そうともしない。円安で米国から型落ち兵器を高値で買っても自衛隊は強くならない。今、日本が優先して投資するべきは少子化対策。これから自衛隊はますます人手不足になっていく。 ウクライナの惨状を見て防衛力強化すべしという人多いけど、国力を上げることの方がはるかに安全保障上必要だ。ミサイルが日本の領海に撃たれても、日本政府は遺憾に思うか、強く抗議するとしか言わないのだから、どんなに防衛力を強化しても全く意味がないと思いますね。 防衛力を強化するというのなら、日本全国の学校の地下に、各シェルター、おかねた大型避難場所を設けることが最優先だと思いますよ。確かに他国が日本を守ってくれるべくもありませんので、ウクライナ戦争を目の当たりにして自国の防衛力強化は必須ではないかと思います。 大阪万博につきましてはパビリオン建設はともかくとしてなぜにリンク大屋根の造成に350億円もかけるのかは疑問視されると思いますそもそも万博開催後には取り壊す場合には無駄な経費になりますし仮に保存する場合にはさらに経費が計上されるかと思いますので大変に遺憾に思います 防衛力強化をするなら予算規模も大事だが、制度も同時に改正しないといけない例えば、自衛隊の行動範囲等について、今の制度ではポジティブリストであるが、これをネガティブリストにする等です。こういったことをしないと、いくら予算規模が拡大しても実効性がないものとなり、宝の持ち腐れになりかねない。